3D のところで出てくるのは建築家やパイロット、外科医、技術、機械技術職、テレビや映像の舞台制作者や、うん、テラビカメラマンなどは3次元映像タイプの人に多く見られる、うんうん、なんていうのが書いてありますね、うん、同じ視覚有意者でもカメラタイプとは異なって空間と時間とか、まあ、いろんなこの次元が違う見方でできる、うん、なんていうのが書いてあります、うん、でこのカツオくんが描けるアーティスト系というのは、うん、写真家や画家、デザイナーがのタイプに多く見られるなんてありますね。静止画みたいなところですかね。そうですね、はいはい、とか、まあ、グラフィック、うん、まあ、ウェブもそうですよね。ウェブもそうですよ、はい、うん、もう見てるのは平面ですもんね、うん、平面、はい、で3つ目、この、まあ、ここであるファンタジーという言語有意者の言語映像タイプはコピーライターや映像作家、うんうんうん、雑誌の編集者、うん、作詞家などはこのタイプが多いでしょうと、うん、その本や小説を読むとその場面が容易に想像でき、文章よりは映像イメージとして記憶する、言語を映像化することも逆に映像を言語化することもできるなんてありますね、うん、なんでまあくしくも私は、うん、今の肩書きはコピーライターです。コピーライター、はい、合ってるかもしれないけど苦しい生活が続いてます、はいはい、で3つ目のこの辞書とあるところは、はい、分かりやすくノートを まとめる達人、言語有意者、言語抽象タイプとあって、内科医や作家、教師、金融関係者、心理学者に多いタイプですと、この作者の本田真美さんもここが高いタイプだと、このタイプは分かりづらい文章を図式化することが得意だと、例えば歴史の本を読むときはそのこの視覚有意者は当時の戦いの場面や城をイメージしやすいのに対し、あ、これは先ほどのファンタジーの人たちですね、うんうんうん、はこの言語抽象タイプっていうのは家系図や登場人物の相関図の方が浮かびやすいと、うんうん、また言語映像タイプは、うん、ファンタジーの人は言葉と映像を結びつけるが、うん、言語抽象タイプは言葉に文字や数字、うん、図を系統立てて結びつけるのが得意だと、うん、なのでこのまあ日本の教育では、はい、この言語有意者のこの、うん、ここの人たちですね、助手、うん、の人たちが、優秀な成績を収めやすいため、うん、この東大に進学する言語有意者も多いでしょうと、うん、なぜならこの受験に必要な使用科目はすべて、うん、教科書言語を介しているから、うん、結局ここの辞書タイプが得意な人が、うん、優秀な成績を収め、うん、というのが書いてある、はい、残念二等兵この体調との差を比較してください、はい、見てくださいこの差、うん、この差が今の差です。普通ですけどね。でもこのやっぱこの赤が多いっていいですよね。でもちょっとこのね、うん、比較が出せてちょっと今日良かったです、はいはい、バランスタイプみたいな感じですよね。そう、今のサッカーは多分上なんでしょうね使いやすいのは、うん、はい、でラジオ親父でなくてもダジャレ上手聴覚有意者、聴覚言語タイプとあるんですけど、うん、ここは弁護士や教師、うんうんうん、落語家、アナウンサー、音を意識できる作詞家に多いタイプですと、うん、言語映像タイプや言語抽象タイプは言葉を見る、要はこのファンタジー辞書の人たちは言葉を見るのに対し、うん、この聴覚言語タイプは言葉を聞くのが得意だと、うん、音声という聴覚情報のみで言語を脳内に取り入れられるのが大きな特徴ですが、言語優位という点では先ほどの言語抽象タイプとオーバーラップしていますと。視覚優位者が芸術、空間認知力に長け、うん、カメラ、うんうん、3D の人たちですね、うん、この人たちが右脳だとすれば、うん、聴覚言語タイプは言語を司る左脳有意者と言えますと、うん、なんでこのタイプは相手が話している音だけで内容を理解でき、うん、イメージよりは言語そのもので思考を働かせることができますと、うん、なのでこの脳内で自分自身と対話をするサイレントトークが得意だ、うんうん、
なんでその本を読み聞かせとか、うん、劇とか映画ミュージカルを見た後で、うん、もうセリフがそのまんま入ってきて出せるみたいな、うんうんうん、サバン症候群とかもこの辺なんですかね。まあいろいろじゃないですか。なるほど、まあそうですね、確かに、はい、サバンはそうですね、はい、申し訳ございません。なんでこの人たちは、うん、そのよくセミナーとかでバーってメモる人とかもいるんですけど、うんうんうん、この人は聞いてるだけでガーって入ってくる、うん、聞いてるだけで理解できる、理解できるっていう特徴だと、うん、ではこの一番下、うん、サウンド、英語の発音も素晴らしい絶対音階タイプ、うん、とあって聴覚有意者の聴覚音タイプ、うん、音楽家はまさにこのタイプですと。聴覚言語タイプと同様に聴覚的な情報入力が得意ですが、うん、異なる点は音階や音色といった言語的な意味を持たない情報もイメージとして脳内で処理できるということですと。認知特性の問いで絶対音感があるといった人はここでしょうと。絶対音感とは外的な基準音を参考せずに認知の音の高さで判断できる、あるいは自らの声や楽器で任意の高さの音を作り出せる能力のことで、音楽家の多くが持っている特別な能力と言われますと。なんでここで挙げられている例としてはピタゴラスイッチで、あの象の足音っていうのがあるんですけど、それは佐藤正彦さん、団子三兄弟の人ですね、を作った人と内野真澄さんなんですが、これはなんか生き物の歩く音を楽器で表したりの例が出てきますね。なんでこの佐藤正彦さんは例えばそのピタゴラスイッチの中で命のタヌキという謎々の歌がありますと。イタチのタヌキですね、すいません、イタチのタヌキ、カニのカトリ、あ、はいはいはい、サンマの間抜け、で、1,2,3 になっていくっていうこの音と言葉の遊び、このクリエイティブいや多分団子三兄弟とかも、おそらくこのあれがあそこまで流行ったのも、この佐藤正彦さん独特のこのクリエイティブが生かされている、この言葉を使う、言葉もう聴覚、音ですよね、音ですね、はい、ファンタジーの人は文章っぽいですもんね、やっぱりあのいい意味意味文章で心を動かそうみたいな感じじゃないですか。なので、はい、寺山修司とかの詩を見るとね、心が動くんですよね、世界は言葉でできていると、だったら言葉でその世界を壊せみたいな、おーって、この人たちはでも音なんですよね音なんですよねあの僕8なんでね、はい、はい、でまあ、この本ではこの能力を2つ、はい、得意なところを持っていると、それを生かすところが急に増えてくるとか、多分1つでは行き詰まることがあるから2つ活用せよじゃないですか。2つか、そうですね、でもう例えば私で言うと、視覚言語というのがあったとしたら、例えば今34の視覚の部分ももうちょっと高くするとか、使えるようになると、多分情報、要は覚えられる能力が、覚え方がなんて言うんだろう映像社会って、いかに自分のなんて言うんだろう、お金になる能力を高めるかじゃないですか、要はまあ、お金を稼ごうとすると、だとするとこの2つ活かせるようになった方が、いろんなことを覚えられるようになり、それを要は人にどうプレゼントするかですもんね、自分の得たものを人にどう渡すか、ファンタジーっぽいですバカっぽかったですかね。バカっぽいっていうか、はい、なんか詩的な感じじゃないですか。でも、あのお金をいかに稼ぐかって、皆さんがやってることって、自分の能力を生かしてプレゼントしてるんですもんね。だから僕的には効率よく生きるみたいな感じなんですよ、はい、それがプレゼントとかになると急に知的じゃないですか。効率って何、効率よく、はい、なんだろう、得意な能力使って、はい、得意な能力伸ばした方が、はい、
より多くのことに対応できるわけじゃないですか。今ねカニさんと、カニさんとかウサギさんとかタヌキさんがね、はい、僕たちはどうやって演技すればいいんですか。ちょっとセリフが分かんないんですけど、はい、監督って頭の中で体調見てます、はい、今、ウサギは走った方がいいんですよ。タヌキは何をやればいいですか、ね、タヌキは何が得意なんですか。人を騙そうとしてますか、ね、みたいな。ああ、そうそうですね、うん、で走るの得意な人は走るのをまず生かすこと考えましょうじゃないですか。今僕の登場人物たちがみんなこうやってなるほどってやってます今、はい、だからね、出てるやつがみんなバカっぽいんですよね。でもまあそこがファンタジーなんじゃないですか。物語になってるから、はい、そういうあこれはもう人に対するプレゼントだみたいな、それはそれで人の共感を得たりすることはあると思うんですよ。おそらくでもこの、うん、いや見方が僕の中ではみんな映像化されるんですけど、はいはいはい、体調は絵日記だって言うじゃないですか、はいはいはい、絵日記と文章ですよね。だから、はいはい、図形とかこれのタイプ、うん、これな気がしてます、はい、要は人と話が分かる分かるっていうのはよく我々がやるこのなんか、感覚だとか、はいはいはい、いや違う感覚と何でしたっけ、直感直感だとかっていうよりも、はいはい、頭の中どういうふうに認知してるか、認知してるか、うん、要はこの今体調とは長い付き合いになってきましたが、はいはいはい、時折この僕のこの感情が刺激されてですね、うん、バウンダリーを超えそうになるんですけど、はい、要は話を何て言うの、人と話をするときに、うんうん、なんか頭の中同じだよねっていう確認作業をするじゃないですか、うん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 、同じものが見えてますよね、うん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 、でしたいときにできてない感があるんですね、うん、同じものを見ていない感、うん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 、多分この見てくださってる方の中でも、うん、その僕の話が通じて、うん、二等兵さんの言ってること分かります、うんうんうん、って言ってるのと、うん、二等兵ダメだこりゃって言ってる何言ってるの、何言ってるのか分からないみたいなのがあるんですけど、うんうん、おそらくこの辺がいや、まあ、そうじゃない、僕の世界が多分ここで分かってもらえれば、うん、なんか二等兵しょうがないねって、で多分ファンタジーで説明をするとするじゃないですか、はい、でそのファンタジーが低い人には理解できないわけですよ、はい、そう、まあ、体調ある程度ファンタジーも高いので、うん、なんとなくあ、まあ、プレゼント、まあ、分かりますみたいなのはありますけど言葉が稚拙だったですかね、急に、あのスピリチュアル界の人になったまあでもそんな感じじゃないですか、プレゼントとかでそこに響く人はいると思うんですよ、はい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 、高めの人とかは、はい、あそうだよねって、で、まあ、小説とかもまあそういう感じのはするじゃないですか、そうですね、言葉で壊すんだみたいな、言葉でできてるんだみたいな、はいはいはい、でなんかそういう感じがするじゃないですか、はい、でファンタジーが低いと、あそれってどういうことみたいな感じになるわけじゃないですか。体調って小説読むときって、はい、どうやって読んでます、まあ何が伝えたいかですよね意味意味、あのこの著者は何が伝えたいのか、はい、みたいな意図、テストか、あだからあのサイレント見てるじゃないですか、ドラマね、はいはい、ドラマ、はいはい、あれもだからそんな感じで僕言いますよね、結局あれは健常者と健常者じゃない人がいかにこう壁を乗り越えてっていう物語だみたいななんでそんなチャートにするんですかっていう見方が、まあ、広告代理店か広告代理店のやり手かっていうのに図式化して三段論法か、そこにあのあこれはこうなんだっていう面白さを感じるみたいななんでプレゼンしようとするんですか、はい、カホさんの気持ちをカホさんはこういう風だからみたいな三段論法でずれてるんですよこの二人はみたいなこの行き違いが面白いですよねみたいなっていう見方をする、あっちゃんできそうですね、あでもトークあんなに上手じゃないんで、あやつはラジオとかも高いんでしょうね、ラジオとかも高そう、うん、なるほどなるほど、うん、